こんにちは、榎本美沙です。今日は塩麹チキンナゲットご紹介したいと思います。ナゲットって意外と、買ってくるイメージ、ハンバーガーショップとかで買うイメージがあるかもしれないんですが、すっごく簡単に作れて、で揚げるのもフライパンで作れますので、気軽に実は作れます。でそれに塩麹を入れると、鶏胸肉、今回ひき肉使うんですけれど、胸肉なのにパサつかないしっとりしたすごく美味しいナゲットが出来上がります。ぜひですね、これ冷めても美味しいので試してみていただきたいなと、塩麹の力をですね見てみていただきたいなと思います。そのままおかずにしても、おつまみにしても、そしてお弁当にもおすすめですので、いろいろ試してみていただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まずこちら、鶏ひき肉ですね。今回胸肉のひき肉になります。そして薄力粉、塩麹、マヨネーズ、ニンニクのすりおろし、胡椒、そして揚げ油になります。そしたら種を作っていきます。ボウルに鶏ひき肉、胸肉ですね、そして塩麹、塩麹を入れるとですね、冷めてもしっとり美味しいナゲットに仕上がります。これだけでまず練り混ぜていきます。はい、ちょっとですね白っぽくなって粘りが出てくるまで混ぜます。こんな感じですね。粘りが出たら OK です。そしたらですね、粘りが出たらその後他の調味料を入れていきます。まずマヨネーズですね、そしてニンニクのすりおろし、ちょっとだけですけれども、そして黒胡椒を、そして薄力粉加えます。こちらで再び手で混ぜていきます。はい、ここではですね、全体が混ざれば OK です。均一に全体が混ざったらですね、こちらを8分の1量ずつ小判型に成形します。はい、そしたらですね、手に少しだけ油をつけると成形しやすいので、油をつけて、で種の8分の1量ですねを取って、で小判型にします。こんな感じ。残りも同じようにやっていきます。はい、そしたらですね、フライパンに油を1センチほど注いで170度に熱してあります。ここでですね揚げていきます。先ほど成形したナゲットを入れます。ちょっとね、また形整えながら入れてあげるといいと思います。はい、こちらでですね、途中で上下を返して5分ほど揚げていきます。そしたら上下を返していきます。あ、いい色に仕上がってます。美味しそう。はい、そしたら揚げていきます。はい、そしたら油を切って盛り付けます。はい、こちらで完成です。はい、
では塩麹チキンナゲットいただいてみたいと思います。いただきます。美味しそう。開けてる時からいい匂いがしたんです。まずはこれ塩麹が入っているので、まずはそのまま食べてみていただきたいです。じゃん、いただきます。うん、このままでも十分美味しいです。しっとり、胸肉だけしか使っていないんですけれども、塩麹をですね一緒に練り込んでることですごくしっとり仕上がってます。美味しい。この塩麹の優しい塩気もですね、またちょっと後引く感じで美味しいです。うん、じゃあちょっと半分はケチャップ&マスタードをつけていただいてみたいと思います。マスタードもいただきます。うん、これも美味しいです。うん、まずは何もつけずに食べてみていただいて、あ、塩麹の美味しさ感じていただけたらと思います。で、途中でとか好みでですね、ケチャップとかつけながら食べていただいてもいいんじゃないかなと思います。今回ちょっとね、一つ一つ少し大きめサイズなんです。揚げる時にですね、ちっちゃくてもいいんですけれど、揚げる時に、ちょっと大きめサイズの方がしっとり仕上がって美味しいので、今回ちょっとゴロゴロめで作ってみました。これ冷めてもお弁当にすごく美味しいので、ぜひお弁当にも入れていただけたらと思います。今回はですね、すごくシンプルに塩麹の味わいで、ちょっとマヨネーズはね、卵代わりに入れたんですけれども、ほとんど塩麹の味わいでできていますけれど、好みでですね、ちょっとカレー粉を入れてみたり、あとチーズ、プロセスチーズとかをですね切って入れてあげたりとかですね、いろんなアレンジが効くかなと思います。すごく美味しいですので、ぜひいろいろと試してみていただけたらと思います。今回お肉を柔らかくする塩麹を使った塩麹チキンナゲットご紹介しましたけれども、これからもですね、季節に合った料理だったり、塩麹のような発酵食品を使った料理もいろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。